京都にもできました。いきなりステーキ香川町三条下がる、えー、行ってまいりましたで平日だったのでお得なワイルドステーキ1380円。えー 円えー、これライス抜きだったので1,290円ということなんですけどやっぱり肉は 300g を食べないとおいしくないというのがここの、えー、あれらしく 300g いってまいりましたがやっぱり大きいですでレアで着て、えー、自分の好きなように鉄板に押し付けて焼いて食べてくださいというスタイルだそうですでいややっぱりおいしいですねいいいろろ賛否両論ありますがこういう 肉肉っっててていいううを食べてるっていう感じがしますでソースがこれ普通のデフォルトのステーキソースなんですけどこっちにニンニクが効いていて,て、えー、で意外にでも上の甘いソースがあるんですけどこっちの方がなんかコクが出てですねタレだけ食べると普通の下のニンニク効いたやつがいいなと思ったんですけどこの甘口の方がコクが出て僕は美味しいと思いましたえー、まあ賛否両論あるとは思いますが僕は好きです、えー、それではまた明日ですありがとうございます